どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パワテラです。今回なんですけども、2022年冬の大型アップデート対応最新版、お得でしかない無限ソロマネーガイド、目標1億ドルです。で、2020年冬の大型アップデートで仕様変更などがありました。一気に成り上がれる稼ぎ方、初心者でもできるものからまとめてみましたので、参考にしてください。まあ、1億ドルといっても、まあ、今回の大型アップデートで追加される残りの車両、まあ、トータルで17台ぐらいあると思うんですけど、まあ、おそらく2000万ぐらいあれば足りるのかなと思いますので、そのお金稼ぎの参考にしてください。今回は全く何も持っていない初心者さんができるお金稼ぎから、ある程度このものを持っていればずっと今後ね、稼ぎ続けることができるよということで、紹介していきます。まあ、このようにタクシーの大型アップデートがおそらく年明けに来ると言われてますので、その前にクリスマスアップデートも来ますが、まあ、大型アップデート追加する新車両を目標として2000万ドルは稼いでおくことをお勧めとします。では最初に、何にも持っていない人ができる無限お金稼ぎなんですけれども、これはオートショップというのがロスサントスの中に5箇所あります。で、これを持っている人は自分のオートショップでも開始できるし、持ってない人は公開セッションなどに行き、他人のオートショップ内からあるプレイリストを開始することによって、ずっと無限にお金稼ぐことができます。例えば誰かのオートショップの中に入ります。中に入ったら、まずスナックとかアーマーで回復のアイテムをね、もらっておくことをおすすめです。全機種にプレイリストが存在しているので全機種可能。そして詳しくは概要欄の初心者講座を参考にしてください。連邦保管コミッションっていうのが、フィナーレっていうのは基本的にこのオートショップを持っていないと開始できないんですけれども、それなくてもフィナーレだけ繰り返すっていう方法が、ホワイトボードの前でセキュリサーブに登録、そしてプレイリスト連邦保管庫フィナーレを開始っていうことができます。これトリックになるんですけれども、これでフィナーレだけを無限に繰り返せる。しかも報酬が通常の価格でも27万ドル、これ稀に報酬2倍とか来ると54万ドルぐらい稼げたりするので、かなりね、すごいお金稼ぎになります。で、これプレイリストっていうのは必ず CEO に登録して、このホワイトボード、オートショップ内のホワイトボード内の前のところでね、開始しないと無限労働とかになります。で、開始したらですね、これ基本的に自分の武器とか一切使わずに、用意された武器だけで攻略となります。で、スナックとアーマーがあればほとんどね、激しい銃撃戦っていうのはあんまない感じで、逃げ切ることはできるんじゃないかなと思います。まあ、詳しくはこの位置でこうやって拡大すると、倒しやすいよっていうね、細かい初心者講座、このように左側壁にして相手から撃たれずに自分で撃てる状態っていうのを作り出して攻略することができますので、まあ、これも詳しくは概要欄参考にしてください。慣れてしまえばそんなに難しくありません。逃走の時だけしっかりと周りの敵を倒す、もしくはスナックで回復しながら逃げ切るっていうようなことをやっていきます。だいたい1人ね、スワットがいるとかなりダメージ食らうので、スナックで回復しながら逃げるか、ちゃんと綺麗に倒すっていう感じで、最後はヘリで逃走。そしてだいたいですね、7、8分に1回これを繰り返すことができるので、だいたい27万ドルを7、8分でクリアできると。で、初回ボーナスは7万5000ドル別でもらうことができます。また注意点は、プレイリスト必ずこれリスタートダメなんで続行をしてください。じゃないと無限労働になります。で、地上に戻ってきたらまたオートショップに行ってまた繰り返すことができるよと。まあ、必ずスタイル変更のセーブなどはかけるようにしてください。じゃないと連続でやっても報酬が入んなかったりもします。これを9回繰り返すと、そのお金稼ぎの頂点、コサトカを購入できるようになります。このコサートカーっていうのは、この GTA オンライン、カヨペリコ強盗っていうのがあるんですけど、これを一人でできるようになります。まあ、だいたいミュージックロッカーのあたりに行って、で、ムービーシーンを見終えるとコサートカー220万ドルで購入できるようになるんですが、まあ、これを持っていれば本当にお金に困らずに、だいたい60分に180万ドルぐらい、まあ、多くて稼げるのかなと思います。で、現在はですね、夏の大型アップデート以降、ソロでクリアした場合144分のクールダウンタイムというのが入ってます。
だいたい2年ぐらい前のカヨペリコ強盗の、初心者講座とかだと一度クリアすると10分後に再度ねチャレンジできたんですけど、それが現在は144分の待機時間あります。マルチでクリアした場合は48分です。さらにですね、冬の大型アップデート以降は警備が強化されているので、概要欄のまあ忍者ルート3っていうのを出してますので、そちらも参考にしてください。基本的には敵を倒さずに、クリアした方がいいっていうことですね。まあこれらのねトリックなしなら、新しい報酬2倍ミッションがおすすめということで、続いてはですねトリックなしのお金稼ぎです。まあこれらはねカヨペリコのクールダウンタイムにやるお金稼ぎにしたりとか、または小里が購入までの資金集めに活用してください。現在新しく追加されたミッションっていうのがあって、これもなかなか稼ぎやすいです。この位置のロンのマーク R のところがね、初回は出ますので、ムービーを見終えてから新しいミッションダックスの仕事などを受けてください。最初のミッションなんですけれども、まあ、そんなに難しくないかなと思います。例えばですね、スナックとアーマーをちゃんとね、持っておくと。それ以外にカリン車走行という防弾の車両50万ぐらいなんですけど、それを持ってるとこれらのミッションは簡単にクリアすることができます。で6つのミッションが多分あると思うんですが、これは一通り1回はクリアしてください。初回ボーナスもありますので、またペーパーラボというねビジネスをやる、ブリッケードを買い取ることができますので、まあ、それらはね、一度一通りクリアして、で、このペーパーラボをブリッケード購入できるようにしてください。詳しくは初心者講座ドラッグウォービジネスガイドを概要欄から参考にしてください。これも同時に本当に初期費用がね結構少なめでできる、ビジネスとなってます。また、これらの、ビジネスアップグレードさせるためには、このねダックスという人に電話をして仕事リクエスト、これ10回クリアすると報酬アップとなります。まあこれらがアップグレードのとノーマルのね差なんですけれども、まず一番上から見てね、ノーマルは23万7600ドルの稼ぎ、そして右側アップグレードすると33万5200となってます。また、待機時間などもだいぶね、減りますし、スピードも速くなったりします。まあお得でしかないので、このダックスの仕事リクエストこれ10回やるっていうのもお得なんですが、報酬2倍になってるので実はお得なんです。これなかなか内容が、例えばですねエージェンシーの公衆電話の暗殺ミッションみたいな感じで内容面白くなっていて、またイースターエッグと呼ばれる、何かの再現なのかなみたいなものも出現してきましたので、まあ、それらもちょっと紹介していきます。なかなか内容面白いんでぜひねチャレンジしてください。まあ、嫌なパターンだなっていう時はクリアせずに新しい招待限定セッションに行ってしまえば再度ね受けることができます。注意点はこのダックスの仕事は48分に1回しか受けることができません。再起動とかしても48分の待機時間が出てきます。またこのようにねちょっと葉っぱ系のものはかなり画面がバグった状態になったりとか見づらくなりますので、まあこれは避けてもいいかなと思います。ちゃんとね、条件通りクリアすると10万ドルです。これがなかなか報酬高いので、まあ小里か購入のね資金に当ててもいいんじゃないかなと。小里か購入は目標220万ドルですね。また、小里が購入できたら次は、ナイトクラブで自動お金稼ぎシステムを活用ということなんですけど、 GTA オンラインは、お金稼ぎが強盗系なのか放置系なのかっていうふうに2つに大きく分かれます。その中で放置系、ナイトクラブを持っているだけで自動でお金が振り込まれ続けます。これナイトクラブの人気度っていうのを常に、まあ高い状態に維持しておくと48分ごとに5万ドル入ってきて金庫の中にマックス25万ドル入るので、まあだいたい3時間4時間ぐらいで金庫の中身を回収して25万ドルを稼ぎ続ける。さらにビジネスなどをやってる人は同時にビジネスの在庫もね増えていきますので、ものすごいね稼ぎになります。これだいたい24時間で200万ドルぐらい稼げたりします。で48分に1回のダックスの仕事リクエストをして目標10回クリアでペーパーラボアップグレードを目指すということなんですけれども、まあいろんなパターンのねダックスの仕事あります。例えばボスを倒して写真を撮れみたいなのもあったりとか、まあそれ以外にもですね、先ほど言っていたようにバックトゥーザフューチャーの、ワンシーンみたいな、ところに遭遇することができます。これ左側のね、
ダウン着てる人とかなんか見たことあるかなっていう感じだったりとか、右側のマスクしたおっさんもちょっと映画を再現してるのかなと。まあ、ところどころ GTA オンラインは、結構ね、このイースターエッグと呼ばれる、アーノルド・シュワーツネッカーさんの、なんだっけあれは、ターミネーターかな、まあ、ターミネーターの再現とかもオートショップが追加された時のミッションの中にありました。なので、まあ、今回はバックトゥザフューチャーなのかなということで、まあ、デラックスとかね横に並べたらより、再現度高くなるのかなと思います。まあ、こういった NPC 他にもねいろいろ出てくる可能性あります。しかもこの NPC になぜかこうやってね運ぶことできました。ミッションクリアになってしまうと、この無敵状態みたいな NPC は解かれてしまって落っこっちゃいましたね。まあ報酬10万ドル、これ48分に1回しかできないので、だからこそやっておくべきかなっていう感じですね。連続でできないからこそまず10回はやってほしいかなと。10回やればね100万ドルなんで結構でかいんですよね。で、コサトカを購入したい初心者さんにとっては1回で10万ドルもらえる。しかも初心者でも、施設とか何を持ってなくてもこれ、ペーパーラボ持っていなくてもダックスに電話で、チャレンジできるので、まあ、かなりいいかなと思います。中には難しいミッションもあります。このように、いきなりね破壊されて、空飛ぶ乗り物じゃどうにもならないっていう時はもう戦車使うしかないようなちょっと強いねミッションもあったりします。まあ、これ無理だなと思ったら新しい招待限定選手を移動してもう一度ダックスに電話をして、簡単なものを受けてしまった方がいいかなと思います。まあ、いろんなミッションやってみて、まあ、これは簡単だとかこれは初心者でもやりやすいなっていうものを見つけながら、何度もねチャレンジしていくことによって、まあ、結果的にね、10回ぐらいクリアできるんじゃないかなと思います。また、お金がある程度貯まってきたら、コサトカも購入できた後はエージェンシーを持っていると、これフランクリンの暗殺ミッションっていうめちゃくちゃいいお金稼ぎあるんですけど、これをできるようになります。これはフランクリンに電話をして、でランダムに、公衆電話に、暗殺のね依頼が届きます。でその内容も、先ほどのダックスの、仕事と同じような感じで、なかなかね、ストーリー性があって面白い内容になってます。中には、すごく条件が難しいねクリア方法とかもあるので、まあ、それも無理だなと思ったら失敗でクリアをせずに招待限定セッション、新しいセッションに移動してしまえば再度ねフランクリンに電話をして受けることができますので、無理かなと思ったら仕事リクエスト系のものはクリアせずに、再チャレンジしてしまうのがおすすめです。また先ほど言っていたナイトクラブの自動お金稼ぎ放置しておくと、なんと金庫の中身が25万ドル貯まってますので、これを回収すると、またナイトクラブの人気度が下がってきたら、DJ などを地下1階で交互に雇って人気度を上げていく。1メモリ上げるのに 0.5 DJ 雇うと上がりますので、マックスね全くね人気度がない場合は10回 DJ を雇うとマックスになります。またビジネス系ですね、 CEO の倉庫とかまたは MC のビジネスとかすでに持っている人はこれらのビジネスも同時に稼げますので、だいたい24時間で200万ぐらい稼げます。まあ、詳しくはナイトクラブ初心者講座ビジネスガイド、そちらをね参考にしてください。では、最後ですね、タイムトライアル攻略です。これは、白鳥ドラッグというバイクを持っていればほぼ全てのタイムトライアル、クリアできます。1個だけね山の上からスタートするものっていうのがあって、それだけはちょっと難しいんですが、それ以外は多分全部ね、クリアできる内容になっていて、毎週10万ドル稼げる、ただバイクで走るだけで稼げるみたいな内容になりますので、白鳥ドラッグは持っていて損はありません。で、PS4 旧世代機の場合は白鳥ドラッグそれでも早いです。PS5 の場合は白鳥ドラッグはハウスペシャルワークスアップグレードというさらに速くなるカスタムができますので、次世代機の人は圧倒的白鳥ドラッグがおすすめです。今回のルートは紫のルート通り通らず、北の方をぐるーっと遠回りしていくような感じですね。ではゴール地点をマーカーつけたら三角長押しリスタートで、基本的にはバイクというのはバティとか、そういったものは、ウィーリー走行、左のスティックを下にするとスピードアップで、直線の時だけスピードアップできるっていう感じだったりするんですが、
白鳥ドラッグや翔太郎の場合は左のスティックを上にして前かがみにするとスピードアップですね。まあ、視点もちょっと遠めにして交差点とか差し掛かるときは注意しながら走ってください。まあ、特に追い抜くときに急に NPC がね右に曲がるとか左に曲がるとか結構ありますので、まあ、そのあたりは注意ですね。また、こういったチャレンジは全部招待限定セッションでやるのがおすすめです。他のプレイヤーがいるような公開セッションでやると NPC の動きが若干変わったりとか、またはね直接的に他のプレイヤーに邪魔されることはないんですが、 NPC の動きがおかしくなるっていう部分では邪魔になる可能性ありますので、これらは全部招待限定セッションでできる、今回お金稼ぎのまとめとなってますので、必ず最初にね招待限定セッションおすすめです。でここでクリア。今ね転んでますけど全然時間余裕あったんでクリアですね。で10万ドルもらえると。続いて次世代機限定ですね、ハオスペシャルワークスタイムトライアルなんですけど、これは1回限りで25万もらえるという、次世代機限定のレースとなってます。まあ、ゴール地点もまた似たようなところで、これ全く同じ紫のルートで行ってもいいし、まあ、どっかショートカットしてもいいと思います。まあ、そんなにね、急いでやらなくても実は30秒ぐらいとか全然余ってしまうような内容になっているので、ハオスペシャルワークスアップグレードの、ね、このね白鳥ドラッグはおすすめです。また次世代機の、人はですね多分、初めてハオスペシャルワークスアップグレードをさせる車両っていうのは1台だけ無料で多分できるんですが、まあ、そこら辺のね、ハオスペシャルワークス対応の四輪の車両、車とかアップグレードしてもいいんですが、まあ、一番やってほしいのはこの白鳥ドラッグですね。アップグレード代金が高い上にこれ持ってるとずっとタイムトライアルで、勝てる、毎回報酬を得ることができます。元がねガンガン取れますので、このバイクをアップグレードするのに初回無料のアップグレードを使うのが多分一番いいかなと思います。まあ、詳しくは拡張版のね初心者講座も過去に出してますので、そちらの方も参考にしてください。まあこれからね、転送データを転送して次世代機に移行しようかなっていう人も、注意点データをね、移行するときの注意点など結構ありますので、これらも初心者講座をよく参考にしてください。ではこのまま、北の方に向かいます。まあバイクはね転んでしまうとすごいタイムロスになるんですが、やはり車幅が小さいんですり抜けることができるんですね。また加速もね若干車よりねこのバイクだったら良かったりもします。で1回限りの25万3000ドルとなってます。というわけで初心者さんはまずコサとか、そして白鳥ドラッグだけでも持っていても常に1人でお金稼ぎができます。これからクリスマスアップデート、そして年明けには大型アップデート第2弾が来ますので、目標2000万ドル稼げるようにしてください。というわけで最後までご視聴どうもありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。